ここではクレジットカードの基本的な事柄と貸金業法の送料規制について理解していただきたいと思いますクレジットカードはカード会社から一定の信用を得た人が買い物をするときにカード会社からお金を立て替えてもらうための道具ですですからクレジットカードは家族を含めてカードの表面に印字された会員本人以外は使うことはできませんまた クレジットカードは買い物をするために使うという約束で借りていますからショッピング枠現金化のような本来の使い方以外の利用は禁止されていますそれからクレジットカードを使って ATM などでお金を借りるつまりキャッシングをする際には送料規制というルールが適用されますこれは消費者金融やクレジットカード会社などの貸金業者からお金を借りる場合は 原則として年収の3分の1を超える借り入れはできないというルールで返済しきれないほどの借金を抱えてしまう人を増やさないことを目的としています。それでではは今回はここで終わりりまますありがとうございました